イタリアトスカーナ地方のサンジミニャーノで、紅の豚の曲を弾かせてもらいました。弾いた曲は時には昔の話よっていう曲で、もうこの景色を見た瞬間に、あ、この曲弾こうと思ったんですよね。で、音はちょっと別撮りにしたんですが、あの本当に美しい景観と、特に朝早く来ると、あの鳥の鳴き声とか人の雑音もしないし、とても素晴らしい場所でした。で、今10日間のイタリア旅行中でして、他にもね、いろんな動画上げてるので、このジブリおじさんと、あとはグルメ系のチャンネルも運用していて、食べるトラブルっていうんですけど、イタリアのグルメ動画もそちらアップしてるので、よかったらあのどちらもフォロー登録してもらえれば嬉しいです。せっかくなんでちょっと街歩きしようかな、本当に素晴らしい場所ですよ、ここ。もう中世にさまよったかのみたいな、この石造りの建築、あと町には10個以上 の、 その塔が建っていて、昔 の、 その権力者たちが自分の権力を示すために、あのより高い塔をたくさん作ったらしいんですよ。あとは世界一に輝いたジェラート屋さんがあったり、ご飯ももちろん美味しいし、こういうどことなくジブリっぽい建物もあったり、すごいな、この葉っぱの葉っぱの感じ。今市場に出たんですけど、今日祝日だからか分かんないけど、なんかあのみんないろんなもの売ってますね。地元特産のトリュフであったり、あとサラミとかチーズとか、なんか買おうかな。トリュフ屋さんで試食します。香りがすごいよ、さすが本場。イタリアで食べたトリュフで一番香りがいい、新鮮なんでしょうね。なんかすごい臭そうなパンみたいなチーズを、7ユーロで買って、その後あのトリュフ屋さんで巨大な瓶と小さい瓶のトリュフを買いました。なんか匂いはね、ものすごく強烈。多分ね、真ん中にチーズがあって、外側は普通にパンですね。うわっ、くっさ地上最強に臭いですね、これ、ね、だいぶなんか脂っこい。うわ、イタリアに来て初めての失敗ですね。くっさ、これ、何これ。うわ、なんかブルーチーズの究極系みたいな、これ食べれねえな。じゃあお口直しに世界一に輝いたジェラート屋さんに行きます。昨日とはちょっと別の味にしました。ヴェナチアっていう白ワイン出てきたジェラートとチョコレート、まずはヴェナチアから。うん、これすごっ、白ワインだ。あ、これめちゃくちゃうまいですね。あ、昨日これ頼めばよかったな。これ一番美味しい今までで、すごいあっさり、でもなんかほのかにそのアルコールの白ワインの味がするんですよ、うん、これ美味しい。次チョコレート、うん、クリーミー濃厚。で、さっき言った塔の一つに登ることができるんで、7ユーロ支払って登ることにしました。ここ入ると、昔ここに住んでた人の暮らしが再現されてるのかな。こういうところで生活したかったわ、本当に。右の女性のリディアって方が昔住んでた家みたいで、でその人がこの管理団体に寄付したみたいです。で、ここが寝室かな。ここにベッドが見えますね。こういうなんか小さな、なんか作業してたんでしょうね、作業スペースと、でベッドの真ん前に、机とそれを囲むソファーたちが、すごいいい眺めなんじゃないかな、これ。トスカーナ地方の美しい自然が見えますね。はい、残念ながらあの塔の上登れませんでした。もう自分で笑いそうになったんだけど、そのはしごをね、自分で立てようとして登ろうとしたんですよ。でもなんか
今登れないみたいで、なんか要は登っちゃダメなのに、あの頑張って自分ではしごを立ててってやってたから、何か異変に気づいてよかったわなんかね、あの誰かの登ってる写真を見たんで登れるかなと思ったんですけど、あとなんかはしごがね、なんか横たわってるからちょっと紛らわしかったですね。はい、ということでもう時間ないんで、これから一旦フィレンツェに行って、そこからまたローマに行って、ローマ3泊して終わりって感じですね。いや本当名残惜しいですよ、ここはすごい、うん、すごい記憶に残る街になると思う。とにかく美しすぎる。では最後の見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。 This is this.